オーシャンシティはアメリカ合衆国ニュージャージー州の南端ケープ名軍にある都市である。軍内では面積最大の市であり、ケープ名軍の全体で構成されるオーシャンシティ大都市圏の主要都市である。2010年国勢調査では人口11,701人となり、2000年の15,378人から3,677人、23.9%の減少。 1990年の15,512人から3,811人、24.6%の減少となった。夏の間は観光客やセカンドハウスの所有者が押しかけるので、人口は11万5,000人から13万人に膨れ上がると推計されている。1884年5月3日、ニュージャージー州議会の方により、 同年4月30日の住民投票結果に基づき、アッパータウンシップの一部からボロとして創設され、1890年3月31日にボロとして再度法人化された。現在の市政府形態は1897年3月25日に法人化されたものである。家族向けのリゾート地として知られ、1879年に 設立された時から市域内でのアルコール飲料販売を禁じてきた。長い保護された海浜全長2.5マイルある板道、風変わりな中心街のショッピングと食事の街並みがある。トラベルチャンネルはオーシャンシティを2005年最良の家族向け海浜に選んだ。2008年ニュージャージー州海洋科学コンソーシアムが講演する州内トップビーチコンテストで オーシャンシティの海品は第3位になった。2009年のトップビーチコンテストでは第1位だった。6月初旬からレイバーデーまで12歳以上の住民が海品に入るためにはビーチタグの購入が求められる。2013年1日パスは5ドル、1週間パスは10ドル、季節パスは25ドルだった。メモリアルデー以前に購入する場合、 季節パスは20ドルになる。海辺のタコオーシャンシティが現在ある島と長さ7マイルに及ぶ砂丘と湿地の並びは、有史以前から地元のインディアンが利用しており、夏の間は豊富な魚が取れた。はじめに、サマーズ一家がこの島を購入し、ペックの海浜と名付けた。これは島をキャンプ地にしていた捕鯨業者、ジョンペックの名前から名付けたと考えられる。 1879年9月10日、エズラビー・レイク、ジェームズ・レイク、エス・ウェズリー・レイク、ウィリアム・バーレルという4人のメソジスト牧師が、オーシャングローブ支部で、キリスト教徒の退避所とキャンプ集会所を設立する、公的地としてこの島を選定した。彼らは、背の高いヒマラヤ杉の下に集まっており、この木が、今日もオーシャン式タバーナクルのロビーに立っている。 設立者たちは、オーシャンシティという名称を選定した後に、オーシャンシティ協会を設立し、コテージ、ホテル、企業用に通りと区画の配置を決めた。ウェズリーアベニューとアズベリーアベニューの間、5番通りから6番通りに、オーシャンシティタバーナクルが建設された。キャンプ集会は、翌年夏に開催された。 その最初から宗教色が強かったので、市内でのアルコール飲料の販売と公衆の場での引用は禁じられた。島に渡る最初の橋が1883年に架けられ、間もなく鉄道も通じた。1881年最初の学校が開校した。ボードウォークが大きくなり、何度か場所も変えた。1901年12月15日、海岸の沖で、 日本の神戸からニューヨーク市に向かっていたシンディアが沈没し、その後も砂の下に沈んでいる。この船に乗っていたと考えられる宝を回収する試みは最近のものでも1970年代に行われたが常に失敗だった。1927年に起きた大火で街の様相が大きく変わった。オーシャンシティのボードウォーク、南を望むオーシャンシティのボードウォークはこのリゾート地で、 最大級に認識されるランドマークである。世界でもよく知られている。長さは2.5マイル、23番通りから北のセントジェームズプレイスまで伸びている。運動する人のために1マイルごとに表示がある。最初に作られたのは1880年であり、第2通りの桟橋から第4通りとウェストアベニューまでだった。1885年。 廃品全体に拡張する計画が作られ、11番通りに最初のアミューズメントハウス、ジエクスカーションがオープンした。9番通りに2つ目のアミューズメントハウスである、IG ・アダムズ・パビリオンと、ボードウォークが間もなくオープンしたが、1893年の火事で消失した。1927年に2回目の大火が起きた後、ボードウォークとその企業は、 300フィート太陽に近く、コンクリート杭の上に再建され、元のボードウォークや建物があった場所に駐車場が設けられた。1年後にオーシャンシティミュージックピアがオープンした。1965年、6番通りのボードウォークに、ワンダーランドアミューズメントパークがオープンし、現在はジリアンのワンダフルピアと呼ばれて残っている。ランナウェイトレインと呼ばれる構成のコースターが、 運行されている。もう一つ、プレイランドのキャスターウェイコーブというアミューズメントパークが、10番通りの、ボードウォークにある。回転コースターである、バイソンとワイルドマウスのコースターである、フリッツァーが運行されている。キャスターウェイコーブの新しいシャトルコースター、ストームは2013年夏に完成する。このために、子供用乗り物2つが撤去された。2007年、 ボードウォークを張り替えるために市が提案したアイペという木材について議論が持ち上がった。環境問題活動家がこの材料を使うことに抗議したが、計画は進行した。今日、ボードウォークと交差する通りの多くで自転車とサリー型馬車を借りることができるが、夏の正午前のボードウォークでのみ利用できる。ボードウォークのアトラクションは、二つの家族向けアミューズメントパークの乗り物とゲーム。 アーケード、ミュージックピア、ウォーターパークと様々なテーマのミニチュアゴルフ場がある。着席できるレストランから跳ねるケーキまで、食事も幅広い選択肢がある。オーシャンシティは、北緯39度15分49秒整形74度36分17秒、北緯39.263596度整形74.604605度。 39.263596-74.604605に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、オーシャンシティ自体がバリア島の上に乗っており、いくつかの橋で本土とつながれている。34番通り橋でアッパータウンシップのマーモラとオーシャンシティロングポート橋でエッグハーバータウンシップと9番通り橋でサマーズポイントと カーソンの入江橋でアッパータウンシップのストラスミアとつながれている。東は大西洋である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オーシャンシティ氏は1897年3月25日に法人化された。1978年7月1日以降、フォークナー法による 政府形態を採用している。市長は行政部門の長であり、任期は4年間、年給により非常勤で務める。市長は市政委員会を主催せず、投票権もない。条例について拒否権があるが、委員会の3分の2以上の賛成で拒否権を無効に、できる。市政委員会が立法府であり、委員は7人いる。4人は小選挙区から選ばれ、3人は 自然体を選挙区に選出される。任期は4年間であり、2年ごとに半数が改選される。オーシャンシティは、アメリカ合衆国会ニュージャージー州、第2選挙区に属している。衆議会では、第1選挙区に入っている。ケープ名軍軍政委員会は5人の委員で、構成され、任期は3年間、毎年1人、または2人が改選される。毎年1月に再編成され、 委員長と副委員長を互選する。2011年3月23日時点でオーシャンシティ市には有権者が8810人登録されており、そのうち1747人は民主党、3776人は共和党、3282人は無党派だった。他の政党で登録したのは5人のみだった。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、 共和党のジョン・マケインが総投票数7050、登録有権者数は8683人、投票率は81.3%だった。2004年では、共和党のジョージ・ W ・ブッシュが4431票、59.0%を得て、民主党のジョン・ケリーの2945票、39.2%を上回った。 登録有権者数は1310人、投票数7516票、投票率は72.9%だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では、共和党のクリス・クリスティが2894票、58.2%を獲得し、民主党のジョン・コー・ザインの1707票、34.3%に勝利した。 独立系のクリスダゲットが306票、6.1%だった。登録有権者数は9008人、投票数4976票、投票率は55.2%だった。市内の公立学校は、オーシャンシティ公共教育学区が運営しており、幼稚園前から12年生までを教えている。2010年から2011年の教育年度で、 地区内には3の学校があり、小学校、中学校、高校各一校である。隣接教育学区との互形関係により、コービン市とアッパータウンシップの高校生は、オーシャンシティ高校に通い、またシーアイルシティの中高生は、オーシャンシティ中学校と高校に通っている。サッカーのアセルプレミアデベロップメントリーグに属する、オーシャンシティ、ノーイースターズは、 キャリースタジアムを本拠地にしている。市内では、オーシャンシティセンティネルとザガゼットの二つの新聞が発行され、他に、週刊誌のジ・オーシャンシティ、シュアガイド、各月間雑誌ジ・オーシャンシティ3が発行されている。オーシャンシティマガジンというライフスタイル雑誌もある。ゲータリーズ・オーシャンシティ10番通り駅。ありがとうございます。